銀。はい。さあ、ぶっ殺してやろう、この野郎。持ち上げ、開幕持ち上げ。ちょっと入るの遅れた。来た、もう来たよ。はい、おお、第二形態来たよ、俺も乗った。はいはいはい、下にまだ。濡れない。前来た。いやー、飛ぶもの、これ。ちょっと。一応、距離だけ取る。持ち上げ。はい。おお、倒れ込み。あんまり上がんねえなやな。そうね。10ぐらい上がったかな。10だな。やらなくていいかもしれない。まあまあ。気持ちの問題よ。必勝のこの。痛い。危ないよ。危ねえ、今前に来てれば終わってた。一発。いやーマジか。いや多分ちょっとでもその前にもう一撃食らってたかもしれないけど。あーいやー俺らどうやって第三形態まで行けてたんだ。でもこんな感じだと思うよ。全然行けなくなったな。しばらく見てない気がするよ第三形態。強くなってるはずなんだけど。そうなんだよね。1個、はい、今3万6000円あるから。あ、俺はまあもちろんゼロなんだけど、うん、まあ、また血の石を使ってレベルを2つほど上げれたら上げたい。はい、お、来たか。あ、8万3000いいとこでねえかな、これで8万4000それ、うん、2つぐらいいくんじゃないか。わかりました。少し体力ガンブリドン。よし、2個上がった。はい。ヒットポイントが1554になりました。はい。1547。あ、修理できない。しまった。うん。まあ、いっか。持ち上げ。ロックの場所が悪いか。腹の方がいいな。ブーブーかわして、かわして。ちょっと、いやーかー、無理だな、それはきつい。あー無理。角だった、角だった、今のは。打ち上げ。大好き。はい。あれ、なんか攻撃力すごく弱まってる気がする。なんでだろう。自分？もうなんか今180とかしか入んないんだけど、なんで。当たりどころか。当たりどころか。武器のあの耐久関係あるかな。あるかな。わかんない。なんか俺もなんか心持ち弱くなった。でも俺さっき回復したしな、修理したしな。普通に入れたいんだけど、入れるチャンスがある。大式か。はい。また180、なんで。本当に。え、壊れてない？違うかな。え、壊れたら壊れたって出るよね。うん、出る出る出る。あ、270、え、300台が全く出ない。あれ、なんでだろう。300、ちょっと普通に当てたいんだけど、全然さっきから普通に攻撃できない。わお。いやー、持ち上げ。200、あったな。はい、つかみ。いつもだと3発入れたらね、うん、900台いくんだけど、今600台だったな。あら、何かがおかしい。なんだ俺、194だもん。耐久で、あ、あ、
250分の57になってる今。57ってやばいのかな。割とでももう一回表記出てないかな、それ違うかな。超えれば表記出る。うわあ、持ち上げ、そんなところで持ち上げ。武器が壊れそうみたいなの出たの見逃してんのかな。かな、どっかで一回出て壊れたら壊れたって最終的に出るから、た多分。じゃあちょっとダメだ、月明かりでいくか。パカパン、バッカ食らってるよ。ああ、2発で630いって。あ、第2形態来たか、来たか、うん、バック、パカパン、パカパン、うえ、990かな、かな、あ、いいいいね、いいね、かな、かな、危ない、来るよ、大好き、この野郎、この野郎、あ、なんだ、この野郎、この野郎、おお、あれどうした、いいぞどうすごいぞ、あれすごい効いてる、あれどうした、動きが鈍いぞね、いい感じいい感じ今。でも油断しないで、油断しないで、無理しない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 、肘肘肘、腹いい腹いい、あ、オッケー、もうもげたんじゃないか、おお、もう来てる、来た来た来た、触るぞ、横に横に、うん、入ってる入ってる、ほら、ごめん、マジか、こっちから来たか、って、何その火力、死ぬほど痛いんすけど、この人の火力、うわー、吹っ飛ばされた、うやろう、いっちゃえ、いっちゃえ、いや、逃げて、チャンス、いや、スタミナがない、うわ、なにそれ、なにそれ、あった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 、逃げて、いや、そう、何それ、攻撃できねえじゃん、そんな、うわ、ちょ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 、あちゃ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 、うわ、そんななるのか、頼む頼む、何それ、回復するタイミングがない、よし、ブカ、よし、この、この、よいしょ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 、ういって、あっち、頼む、ブカ、
どうなってる、どうなってる、後ろがない、だとっとっと、はあ、死にました。あら、残りね、でもまだ全然ローレンスの数ぐらいまであったわ。ローレンスの数、まあ5センチぐらいはある感じ。まあでも結構今第三形態の攻撃、うん、前よりかは多少かわせてて、こうすればある程度ダメージはっていうと、あ、ちょっと一回でも戻っていいですか。はいはい。てか月明かり良かったな、第二形態。良かったね。なんだろう、なんかすごい効いてた。なんかひるんでたよね、ずっと。うんうんうん。ルドウィークに弱いだな。ルドウィークからあのお金借りてるとか。あ、なんか弱み握られてるのかな。そう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 。そういうこと。あ、その剣はみたいな。その剣はって今の剣の方の剣ね。あ、はい。その九段の剣で。あ、はい。はい。一応俺もあの下の弓剣修理してきて1500もかかる修理だとかだいぶ傷んでまして、あ、俺も今、あ、壊れてる壊れてる、ひび入ってる、不法だからじゃないかな。でも、でもおかげでうん、あ、でもおかげで怪我の功名みたいなあ、じゃあ第一形態は、うん、あれだ、杭でいって、うん、第二形態になったら、そしてちょっと待てよ、これちょっと、じゃあこれ外して、これもガトリングも外すかな、ややこしいから。よし、うっ、うっ、やべえ、やったよな。いや、今分かったのにな。いや、悔しい、今の悔しい。いや、でも、ちょっといい勝負できてきたぞ。うんうんうん。いや、でも今回前ほど日割らなかったな。あ、いやー、もうやだやだ、もうあー、死んだ。あるある。あー。あー。ごめんなさい。うん、ごめんなさい。今のはね、まあ、油断。とかではなく、普通に追い詰められてる。あ、そういえばこの間聖杯ダンジョンで、はい、うん、取った武器で、うん、なんだっけ、俺の知らない武器があって、あー、爪っぽいやつ？違う違うか、なんだっけ、異質のっていうのはまあ多分聖杯ダンジョン特有のあのあれだと思うけど、うん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 、違ったな、違ったな、うん、血の刀、血刀、へーっていうのを取って見たことない、うん、これ説明読んだら、カインハーストの血の女王、はい、アンナリーゼを守るこの絵騎士たちが用いた異国の武器、へー、あの普通にまあ剣なんだけど、うん、鞘と一緒になってて、で一回変形武器すると一回鞘に収めた後にブシャーってなんか血をまとって出てくるんだけど、あ、そうすると多分ね攻撃力上がってるんだろうけども、うん、スリップダメージ食らうっていう、はいはいはい、あれか、地影と似てるってこと？違う、似てるっちゃ似てるけど、地影は地影だからね、うん、違ったなと、普通に血のブラッドの刀、うん、ってこと、うんうん、あれ？でも地影の人が持ってる俺刀って持ってないのか、あれ、うん、地影、あれ、地影って俺持ってなかったっけ、持ってないのか、処刑隊
あ、ちょっと欲張る、欲張る、欲張る、ちょっと見えない、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 あー、マジか、あぶね、もう、なんだ今の、なんだ今の、はー、悔しい。普通に2発で死んだなぁ。はい、ということで、まあ、とりあえず今日はこの辺で。はい、お疲れ様でした。あ、どうも藤丸です。ですね、ちょっとこれじゃない、ちょっとこれをねプラス10にしちゃおうかなと思いまして、はい。で、ちょっとソウルがねちょっと全くないので、まあ啓蒙マラソンがてらちょっと一周してきます。3N79、 あ、死ぬ。終了。さあでは、とりあえずねこれをもうちょっと決めました。プラス10にします。まあ若干上がるでしょう。はい、ドン、 OK。 でまあもうねちょっと強くしたいものあるんだけど、とりあえずこれでやめといて、決勝強化をちょっと一回見直したいな。ちょっとこれでこうした時にどうなるんだ、耐久は。あれ250だけど速攻壊れちゃうのかな、これだと。あれ、その特殊攻撃のドクロって何でしたっけ、それ。出血か、それ。いやー、これちょっと、聖剣何本ほど弱くなったっていうか、その、脆くなったんだろうか。耐久も250じゃないですか。だけど、減算が、もう都合110ぐらいついちゃったんだけど、それがどの程度影響するのか分かんないな。ちょっとこれでワンマラしてくるか。あ、これ血の石使っちゃうか。わあ、こんなこともできるのか。あ、これでも出るのか、別に打たなくても。 3N79、 はい、これでいいや。このさ、この死者の数って何なんですかね。それだけ多くの人が行ったってことなのかな。これ固定だから絶対一番重いんだろうけど。終了。さあ今ぐらいで、今ぐらいの戦いでどうなってる。あ、え、別にそんなそこビビるほど減ってるわけじゃないな。ああ。確かに今減りは早いような気がするけど。あ、いいな。よし。じゃあこれでいきますか。
ということで、今ね、週2回収録してまして、火曜日ブラッドボーン、木曜日ダークソウル3、まあ、いずれもあの DLC ゾーン込みの2週目っていうことで、収録してるんですが、もうちょっとね、1回、ダークソウル3の方ちょっと止めて、ね、また1週間間隔空けちゃうとちょっともう忘れちゃうので、ちょっと今回、なんか、それなりな、なんか手応えを感じたので、はい。もうちょっと、今週はもう明後日ですけど、明後日、また、今週2回目のブラッドボーン収録をしたいと思います。絶対勝つ。お疲れ様でした。